紅白にナンバーアンダーライン愛登場。強盗で見せる。平野翔、神宮寺勇太、岸優太の新たな挑戦。紅白でナンバーアンダーライン愛が日本音楽史に名を刻む。和を世界へ。ナンバーアンダーライン愛の紅白初出場が話題になっているが、これはただの音楽番組への出演以上の意味を持つ。彼らの歴史を振り返ると、その背後にはファンの期待や熱意が重なり合い、 さらに日本音楽シーン全体を揺るがす新しい波がある。平野翔、神宮寺裕太、岩裕太が、キングプリンスから脱退したとき、多くのファンは悲しみと驚きを隠せなかった。その瞬間は、彼らにとってもファンにとっても大きな転機となり、新たなスタートラインが描かれた瞬間でもあった。彼らが立ち上げた新グループ、ナンバーアンダーラインア愛は、単なる再出発ではなく、 新たなステージに向かう決意を感じさせるものであった。特に、彼らが選んだ音楽スタイルは、以前のアイドルイメージを大きく覆し、より本格的なアーティストとしての方向性を示している。彼らのデビュー曲、GOT は、その象徴ともいえる楽曲だ。2024年の元日にリリースされたこの曲は、瞬く間に大ヒットし、わずか3日で1000万回再生を達成した。この数字は、 単に彼らのの人気を示すものではなく、彼らが新しい音楽の道を開拓し、その方向性に多くのリスナーが共鳴していることを物語っている。そして、7月にはストリーミング再生回数が1億回を突破するという快挙を成し遂げた。g o t はヒップホップを基調とし、彼らの卓越したダンスパフォーマンスと組み合わせて展開されている。その音楽性は、以前のアイドル時代からの脱却を象徴するものであり、 より広範なオーディエンスに支持されている。彼らの成功は国内にとどまらず、国際的な舞台にも進出している。今年4月、世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラ・フェスティバルに出演したことは、彼らが単なる国内アーティストではなく、グローバルなアーティストとしての地位を確立しつつある証拠だ。この出演は、彼らの音楽性が世界的にも通用するものであることを示し、 今後のの活動への期待をさらに高めたまた、6月には東京での初コンサートを成功させ、その後は全国ツアーを展開し、多くのファンと直接交流する機会を設けた。紅白歌合戦に出場するアーティストの選定基準は、例年、1その年の活躍、ニセロンの支持3番組の企画、演出に合うか、という3点を中心に行われる。 ナンバーアンダーライン愛のこれまでの活動を振り返ると、彼らはこの基準を完璧に満たしていると言える。彼らの人気は国内外で急速に拡大し、紅白という舞台に立つのは当然の結果だとも言えるだろう。さらに、彼らが初めてテレビ出演を果たした NHK の音楽番組、ベニュー1 0 1の存在も、彼らの紅白出場を後押ししている。今回の紅白責任者が、 ベニュー101のプロデューサーであることもあり、彼らの出演が実現するのはもはや時間の問題とされている。興味深いのは、彼らが、キングプリンス時代に5年連続で紅白に出演していた経験を持っていることだ。もし彼らが今年再び紅白に出演することになれば、2年ぶりの大晦日のステージとなる。そして、そのステージはかつてのファンにとっても、新しいファンにとっても、非常に感慨深いものになるだろう。 ファンの中には、彼らのパフォーマンスが以前とは異なる、より進化したものであることを期待する声も多い。特に、彼らの音楽が K-POP や洋楽とは一線を画し、和の要素を取り入れた独自のスタイルを持っていることが評価されている。紅白という国民的な舞台で、彼らがどのような演出を披露するのか、多くの人々が注目している。今年の紅白のテーマは、あなたへの歌というもので、 さまざまな年代や性別の視聴者に届くアーティストが選定されている。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、若者から年配の人々まで幅広い層に支持されており、まさにこのテーマにぴったりのアーティストと言えるだろう。彼らの音楽には、アイドル時代の甘さや軽さを超えた深みがあり、それが世代を超えて多くの人々の心に響いている。さらに、彼らが音楽だけでなく、プロデュースや作曲、 編曲にも積極的に関わっていることも特筆すべき点だ。多くのボーイズグループが用意された楽曲をパフォーマンスする中で、彼らは自らの音楽を作り上げ、その独自性を追求している。これは、彼らが単なるパフォーマーではなく、真のアーティストとして成長していることを示している。ファンの中には、彼らの紅白出演を待ち望む声が多く上がっているが、その背景に旗田の人気だけではない。 彼らが持つストーリー、そしてこれまでの努力と進化が、多くの人々の共感を呼んでいるのだ。2024年は、彼らにとって大きな飛躍の年であり、もし紅白に出演することが決まれば、それは彼らの活動の一つの集大成となるだろう。一方で、紅白歌合戦という舞台自体も近年変化を遂げている。特に2023年には、韓国勢の出演が目立ち、そのことに対する意見も様々だった。 日本の音楽シーンがグローバル化する中で、どのようなアーティストがその年の顔として選ばれるのかは、ますます重要な問題となっている。ナンバーア,ンダーライ,ンアイが紅白に出演することで、日本の音楽シーンが持つ多様性や独自性を再確認する機会となるかもしれない。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、日本から世界へ発信される新しいメッセージを含んでいる。さらに、 紅白の出演が決まった場合、彼らがどの曲をパフォーマンスするのかにも注目が集まっている。多くのファンは、彼らのデビュー曲、g o t が選ばれるのではないかと予想しており、この曲で始まり、この曲で締めくくる1年になることを期待している。g o t は、彼らの新しい出発点であり、1年を通じて彼らの進化を象徴する楽曲だ。この曲を通じて、彼らの2024年の歩みを振り返り、 さららなる未来への期待が膨らむだろう日本音楽界におけるナンバーアンダーライン愛の存在感は単にヒット曲を生み出すだけでなくその音楽性とビジョンによって多くの人々にインスピレーションを与えている。紅白という舞台で彼らがどのような未来を見据えどのようなメッセージを発信するのかそれは音楽ファンだけでなく日本全体が注目する瞬間となるに違いない。このように、 彼らの紅白出場は、単なる音楽イベント以上の意義を持つ。それは、音楽業界の未来を示唆するものであり、彼ら自身の成長と進化の象徴でもある。ナンバーアンダーライン愛の紅白歌合戦への出場が実現すれば、それは彼らにとって新しい挑戦であり、同時に過去の栄光と未来のビジョンが交差する瞬間となる。彼らのファンにとって、この出場は単なる音楽パフォーマンスを超えた意味を持つだろう。 特に、彼らがアイドル時代に築いてきた、キングプリンスとしての歴史から離れ、新たな道を歩み始めた今、その再生と成長を象徴する場となる。紅白の大晦日という特別な舞台で、彼らが見せるパフォーマンスは、一度終わったように見えた夢が再び形を変えて蘇り、さらなる高みへと進んでいく瞬間でもある。興味深いのは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが個々に成長を遂げつつも、 グループとししてても強いい結束を維持している点だ平野翔は、かつてのジャニーズ時代からカリスマ的なリーダーシップを発揮し、ダンスやパフォーマンスにおいても卓越したスキルを見せている。神宮寺勇太は、独特の感性と表現力を持ち、音楽制作にも深く関与している。また、岩優太は、その落ち着いた性格と堅実なスキルでグループを支える役割を果たしている。これらの個々の強みが結集し、 ナンバーアンダーラインアイという新しいユニットにおいてさらに消化されているのだ。そのため、彼らの音楽やパフォーマンスがどのように進化していくのかは、ファンにとって非常に興味深いテーマであり、「紅白」という特別な舞台でそれがどのように表現されるのかに注目が集まるのも当然だろう。また、彼らの音楽は日本国内だけでなく、世界にも通用する普遍的なメッセージを持っており、 その意味でも「紅白」という国内最大の音楽イベントでのパフォーマンスは、彼らが目指すグローバルな音楽シーンに対するステップともなりうる。ただし、「紅白歌合戦」におけるナンバーアンダーライン愛の出場には、いくつかの課題も考えられる。まず第一に、彼らが持つ音楽スタイルは従来の「紅白」出演者とは一線を画していることだ。紅白は長年、幅広い年齢層に向けた番組として親しまれてきたが、 近年は k p o p や他の国際的なジャンルを取り入れるなど、グローバルな要素も増えている。その中で、ナンバーアンダーライン愛がどのように彼らの独自の音楽スタイルを表現し、視聴者にどのように受け入れられるかは、一つの試金石となるかもしれない。